その先千代吉との先千代吉は、日本の政治家、衆議院議員、五所川原市長、青森県五所川原村出身、日本大学政治経済学部に入るが、中退する。北海道に渡り、函館の床屋で修行し、理髪店を開業する。五所川原町議、青森県議、脇本村村長を経て、 1942年の第21回衆議院議員総選挙で、青森2区から無所属で立候補したが3000秒、余りで落選した。戦後の1946年の第22回衆議院議員総選挙でも、無所属で立候補したが落選。翌1947年の第23回衆議院議員総選挙において、青森2区から、社会革新党で立候補して当選した。 次の1949年の第24回衆議院議員総選挙で落選、その後の総選挙でも共同党、右派社会党から続けて立候補したが落選が続いた。1954年10月、五所川原氏が発足、翌月初代市長に就任した。就任早々広報誌を発行、翌年3月には、加瀬村の一部を編入、7月には首相を制定した。 1956年には8月に金城町の一部、9月には七和村の大部分、11月には鶴田町の一部を編入した。1957年には五所川原市で平和産業大博覧会が開かれ、42万人の来場者が訪れたが赤字となった。博覧会の跡地には市営住宅が建設された。市長は一気務めた。 1960年の第29回衆議院議員総選挙において民主社会党から立候補したが落選した。このほか、道の区タイムス、青森日報、こどまり造船の各社長を務め、全国農民同盟青森県連合会長や氏、遺族会会長も務めた。1970年くん四等随法賞を受賞した。1974年死去。ありがとうございます。